ありがとう。あれこれゴールデンダルマじゃん。ゴルダルじゃん、ゴルダル。リコチの。タカさん、ダルマ、タカさんお疲れ。ありがとう。パセリチキチキチャンネルバラ、ありがとう。自分で言うの恥ずかしい。さとこさん、ハート、ありがとう。あきもさん、ダルマ、ありがとう。ココア、ありがとう。ココアだった。だるまじゃなくてココアだった。ありがとうございます。ゼータンかわいい、ありがとう。コウさん、フク、浦部さん、だるま、ありがとうございます。アルテミスさん、だるま、トシイチさん、ハート、フクちゃん、フクフクちゃん、フク、ありがとう。フク、フクがありそうだ。わわさん、お疲れ、ありがとう。ダーソクさん、だるま、ありがとう。お便りもありがとうございました。チョコミントさん、招き猫ちゃん、ありがとう。ヒートテック丸見え招き猫。ベンジャンスイズマイさん、フカありがとう。アーナさん、こばん。パセリの渾身のギャグが聞けてよかったです。パセリのギャグね、なんかさ、私別にギャグ担当とかじゃないのに、今日ラジオの生放送でギャグをしなきゃいけない流れになっちゃいました。しゅんさん、お疲れ。あいたかさん、だるま。マー君、お断り。かわどりさん、だるま。しんちゃんさん、だるま。みぎたぴぽさん、だるま。中田さん、ふく、ありがとう。ぜひ、聞き逃し配信が明日の正午からありますので、ぜひ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 ともお聞きください。陣内さん、まぬき猫ちゃん、ありがとう。あきもさん、だるま、おたけさん、バラ、ありがとう。今、四号は？お疲れ。気をつけて帰るんだよ。楓さん、ハート、サッタン、ハート。大吉さん、かわいい、ありがとう。勝負球はパムボールさん、だるま、ありがとう。トシさん、ラブレター、ありがとう。マイセンター、だるま、ありがとう。パマッパさん、ハート、ありがとう。サンディさん、ハート、ありがとう。なんかギャグね、そう。なんか終わった後に、放送が終わった後に、ソラハさんに、パチャのギャグなんて言ったか聞こえなかったし、意味が理解できなかったんだけど、どういう意味？って言われて、終わった後にさ、やらされたんだけど、なんかお笑い芸人さんがそういうギャグをした時に、説明をさせるのが一番辛いみたいな、言うじゃん、よく。その気持ちだった。改めてさ、意味を説明しながらやらされて、ちょっと恥ずかしかった。ひまわり咲いたさん、だるま、ありがとう。ありがとうございます。 BG マサハット、ありがとう。スカイホエールさん、誰もありがとう。パセが今日披露したギャグは、起立、礼、着席と見せかけて、やっぱ帰ります、欠席っていう意味わからんギャグをしたんですよ。なんかさ、ギャグってさ、手、身振り手振りがあってじゃないですか。でもラジオでだからどうしようと思って。勢いとかもさ、顔とかのさ、顔芸とか勢い芸が通じないわけじゃないですか。ね。だから、恥ずかしかった。カジノフォンテさん、お断り。川谷さん、だるま、ありがとう。こんばんは。我が家で最後の妖精？コロナ？インフル？なっちゃった？ゆっくり休んでください。きっとしんどいよね。ゆっくり休んでね。休めるときにゆっくり休んで、ぐーたらぐーたらしましょう。ショールーム見て元気になってください。テキサスのランスターさん、誰もありがとう。もうね、解説はしたくないですね。
クックさん、だるま、ありがとう。そう、難しかった。ギャグ、ギャグってさ、人生ですることないじゃん。だって炎上さん、服ありがとう。アルさん、ハートありがとう。ありがとう。笑い王さん、だるま。キョンシュさん、だるま、ありがとう。こんばんは。誕生日メールが来た、おめでとう。今年もメールを取ってくれてありがとうございます。来年もぜひお祝いさせてください。おめでとうございます。くちゃん、昼休みさん、だるま、ありがとう。このさ、だるまがさ、ゴールでなったけど、今月の女王的なやつのやつ、ゴルダル、またゴルダルですか。ブンさん、服ありがとう。コナンさん、だるま。マルさん、だるま、ありがとう。カズノシンさん、デカ小槌ありがとう。デカ小槌が来た。なんかわら、服って出てきた。カメさん、だるま。津賀さん、だるま、ありがとう。カジノ本店さん、お断りです。お断りです。服男、服女ギフト。あ、そうなの。これ服男、服女ギフトなのか。持ち肌さん、ハット。たかしさん、ココア、ありがとう。明日どうすれば1位になれますか。明日のさ、18時からついにファンクラブが始まるんですけど、でもその更新の仕方とか何もまだ教わってなくて、そう、どんな感じで更新するものなのかも、他のメンバーのファンクラブ私入ってないからさ、ちょっとどんな感じかちょっとドキドキしてます。ドキドキだし、もうメールがさ、自分の中でファンクラブ的な感じで今まで4年間やってきてるから、また新しいそのファンクラブ内のブログとかの位置づけをどうしようか、ずっと半年以上考えてるけど、考えて悩んで考えて悩んでで結論が出ぬままおります。難しいよな。クロさん、お疲れ、ありがとう。ね、どうしよう、どうしよう。うん、18時待機で大丈夫だと思う。18時からって公式が言ってるから、公式の言うことを信じるしかない。今の住み分け、今の住み分けは X は STU ファン以外の方も見るから、なるべくたどりのものを載せるように他のメンバーもしてるんですよ。だから私もたどりを最近ちゃんと載せるようにしてて、今まではたどり、ちょっとたどりをね、人に撮ってもらうのが苦手だったから、なるべく最近はたどりを増やすようにしていて、そう、今まで昇格して研究生時代も昇格してからもしばらくはたどり全然なかったタイプだったんですけど、ファンの方からもたどりをお願いします、たどり供給してくれないとちょっと宣伝画像がちょっと作れませんみたいな声もあるし、私もたどりをねの大事さはやっぱわかるわけよね。ファンとしても自撮りもいいけど、たどりのさ、なんかメンバーの素材のね、素材の加工のなるべく薄めの写真とかもちょっとやっぱ見たいなと思う気持ちもよくわかるので、そう、なるべく最近はたどりとかも載せてるんですけども、そうだから、ファンクラブの方はね、どういう位置づけにしてるのか、他のメンバーがね。トシさん、ハート。レフトさん、服ありがとう。ジャーパングさん、だるま。アモルさん、だるま、ありがとう。マコバヤさん、ハート。クロさん、ココア。カズキさん、だるま、ありがとう。難しいよね。でもね、ブログじゃなかった、ファンクラブは動画も載せれちゃうから、動画 YouTube みたいな感じにしようかな。
ねえ、そうだよね、難しいよね。ただただ一人でアイスを食べる動画とか上がるかもしれない。フレーベさん、ラブレター、チョッパー博士、だるま、カメさん、デカ小槌、ありがとう。巨大小槌、なんて呼ぼうかな、呼びやすいやつにしよう、名前。デカ小槌を呼びやすいけど、なんかデカ小槌って語呂もいいけど、なんか私のね、目標とするおしとやかな感じとはちょっとかけ離れているので、デカ小槌じゃない、大きな小槌大きな小槌にします、名前。マポスさん、だるま、ありがとう。ひろし BKK さん、ハート、ありがとうございます。キムさん、だるま、ありがとう。やすべさん、服、ありがとう。ちゃんとね、丁寧な言葉遣いを目標に昨日からやってます。昨日のお仕事で、そう、昨日のお仕事の時から丁寧な言葉遣いを頑張ろうと思って、ちょっとね、今年は頑張りたい。毎日アイスジャイアントコーンバージョンに期待しております。わかりました、需要があるならば、需要があるならばです。いや、今日はチョコモナカジャンボ食べちゃった。カズノシンさん、かわいい、ありがとう。そう、昨日からです。そうなの、昨日ね、なんかそういう言葉遣いの大事さを実感して頑張ろうと思って。ちいさん、だるま、ありがとう。ハートもありがとう。メール読まれなかった、あーでも送ってくれた、ありがとう。もう今日はね、やっぱ5人メンバーが集まってるから、5人のファンの方が送ってくださってるみたいで、すごい数が来ていたとスタッフさんも言っていたので、そう、しかもお便り読むコーナーがね、ちょっと今日短めだった、いつも以上に。またぜひ2024年たくさん出ると思うので送ってください、よろしくお願いします。そう、今日はだって普段はメンバー一人でも読まれなかったってなる方いるけど、今日はそれが5倍だから、ね、さらにさらにさらにめっちゃね、うるさかったですもうね、リコチがやっぱね盛り上げてくれて面白かった。並び順的にはリコチ、ノアピー、私で、あのユナヤナ、ソラハさんで、アナウンサーさんがいらっしゃる、この U の字になってて、こういうラジオブース内でこう U の字に座ってたんですけど、そう、リコちゃん端っこだったから立ち上がって踊り始めたりとかして元気だった。そう、めっちゃね盛り上がってました、楽しかったです。またやりたい。こんばんは。ノーピーね、緊張してた最初、でも楽しかったそうです、よかった。なんか始まる前に恋ラジの NHK のスタッフさんが、STU はこの場にミチュとかがいたらもっとみんなピリッとした空気感になったりするのって聞かれて、いやでも STU は先輩がめちゃくちゃこう優しいから、上下関係そんななんかピリッとするような感じではないですみたいな言ってた時に、のぴが一番に、いやしないですねみたいな言ってて、だから一番後輩のさ、のぴがそうやって言ってくれるってことは、きっといい空気作りが普段からできてるだろうなと思って、
嬉しかった。あとね、あの年末に公共交通機関の中でトナカイのコスプレをしたノラピを見つけたっていう話をね、本人にやっとできました。前ショールームで言ってたけど、ノラピ本人にもね、年末に見たよって、顔上げたら目の前にトナカイってノラピだったよって言ったら、そう、本人でした、やっぱり。ね、すごい。シェンさん、服ありがとう。クロさん、だるま。福太郎さん、ココア。コウさん、かわいい。とっちゃん、だるま。カジノ本店さん、だるま。そらそよかさん、だるまとハート。レネさん、ハート。マサさん、だるま、ありがとうございます。そうなの、優しい世界だった今日も。やっぱね、居心地がいいですね、マイカーの空間は。テンション感がいつも明るいし、こんばんは。カズノシンさん、ラブレター、ありがとう、ありがとうございます。今日はね、あ、今日これ買ったの。今日さ、なんか恋ラジに行く服装をこれにしたけど、なんかここにアクセント欲しいなと思って、なんか可愛いヘアピン見つけたから、ヘアピンを、なんかめっちゃね、分厚いヘアピンを買ってみました。冬っぽい、ベロワ、ベロワかな、可愛いやつ。これを買いました。 あと今日映画見たの。今日なんか最近私映画を見る機会が増えた。前までさ、映画館苦手であんまり行きませんって言ってたけど、今日はそういえば映画に行きました。そうでした、映画館。何を見たと思いますか？私が今日見た映画何でしょうか？一体わかるかしら、何かな、何かな。ポップコーン今回買わなかった。チュロスにした。あ、チュロスっていうのはダメです、チュリトスにしました。チュロスはなんかディズニーの商標登録がされてるらしい。チュリトス、なんだなんだなんだ。スパイファミリー、外れ、外れです。当たるかな、わかるかな。今やってるやつ、そうだよね、何がやってるか。おお、正解いますね、正解おるわ。誰がハギやねんさん、誰もありがとう。誰も言ってないのに一人で突っ込んでるわ。大丈夫だよ、誰も責めてないよ。でも誰もありがとう。正解は名探偵コナンです。名探偵コナンの映画が春にね、毎年あるんですけど、その今年がね、怪盗キッドと平次の回なのね。その今までのテレビで放送された怪盗キッドの活躍会の総集編みたいなやつ、怪盗キッド総集編みたいなやつの映画が今1月5日ぐらいから今やってて、そう、それをね見た。ジロ吉、ジロ吉おじさんとか園子とか怪盗キッドとか、そう、事前映画的な復讐みたいな感じで見に行ってきました。コナン、コナン、そうなんですよ、やってたの。だからテレビでは見たことあるやつを改めて大画面で見たよ。そう、ソルハさんと小平寺前にね早起きして、今日は
何時、7時ぐらいに起きてメイクバタバタ急いでバタ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 って言って、朝の10時半ぐらいから10時半ぐらいの映画だったから、バタ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 急げ急げって言って、急いで準備して、そういっぱい歩いて、そうなんですよ、映画見て恋ラジに行きました。めっちゃ早かった。ジロ吉おじさん知ってますか？ジロ吉おじさん、大金持ちの財閥。そう、今日めっちゃ歩いたんです。あ、そう、全然人いなかったかも。コナンの映画楽しみだな。なんか北海道があれらしい、北海道がストーリーのあれです。ストーリーの舞台、そう、舞台は北海道らしいです、次回の新作映画で。平次とキッドが出てきて、なんかちょっと時代劇味のあるストーリーな感じだった気がする、予告見た感じ。楽しみ。ゆうぴょん、服ありがとう。だるまもありがとう。ハートもありがとう。こかじやさん、だるまありがとう。そう、あれだったんですよ。シナノソラハさん、800回目の訪問おめでとうございます。いやシナノソラハかっこ ST48 とドラフト3期生さん、800回目の訪問ありがとうございます。そんなに見てくれてて嬉しいです。とってもありがとうございます。やばいね、毎日こっそり見とるんやろ。はあ。そう、私もメンバーのさ、ルームたまたまこうピョンって指が当たって入っちゃうことがあるんですけど、さっき私配信始まる前に間違ってなっちゃんのルーム入っちゃって、指が当たってピョン、あ、なっちゃん入っちゃったと思って急いで出てきて、なんかね、そう表示されるから気まずいんだよね。気まずい気まずい。それくらい好きってことかな。とっても嬉しいです。でもさ、一言もコメント発さないじゃないですか。逃げたかな、逃げたかも。こんばんは、どうも。ちょっと画面近づけちゃおう。リア中宿題してた？かわいいね。やっぱ学生メンバーはさ、あの配信の時間制限もあるし、きっと 早く寝るだろうからさ、宿題もしなきゃ大変よね。で、投稿もしてバズらないといけないし大変だ。いっぱいバズって3期生ね、3期生のさ、バズりランキングみたいなやつが発表されててね、やっぱランキングとして数字になる形で見えるとまたなんか悔しさとか頑張ろうって気持ちとか人それぞれあるしね。3期生みんな仲いいイメージだからさ、仲いいからこそ戦ってるの結構さ大変だなと思って。そうなのよ、なんかインプレッション数のランキングみたいなやつがそう発表されてたんですけど、そうね、サッチーね、体調が良くないみたいで週末のお話し会中止中止って書いてた。そう
でも3期生さ、あの自分がバズるっていうイベントだけど、お互いのこと動画撮ったりとかさ、写真撮ったりとか引用リツイートしたりとかして仲いいなと思って見てます。なんかお互いがこう相乗効果みたいな、支え合い支え合いでやってる印象です。デサイスハートさん、だるまありがとう。フランス、パリに続いて山口市が取り上げられてた。何それ、何初めて知った。何それ。クロさん、服ありがとう。あ、ももちゃんね、そう、ももちゃんのお知らせ、私もさ何か知らないからちょっとドキドキしてて、そう、9時からあるから私も9時までには今日配信終わってももちゃんのショールーム見ようと思ってます。あ、そういうことか、なっちゃんのテロップ、そう、なっちゃんのテロップに山口市って書いてて、山口市から配信してんのかなとか思っとったんよ。そういうことか。世界で行きたいところランキングみたいなやつ。すごっ、山口市、山口のおすすめ知りたい。私いつもなんか愛媛とか香川のおすすめ聞いてるけど、山口のおすすめ、みんな唐戸市場と錦帯橋以外のおすすめ何ですか。なんだ、山口、あ、でもこの前さ、あれ、リコちゃんがあれ言ってた、エヴァンゲリオンだっけ、なんか今やってるみたいな、山口で。萩、フグ、フグ、なんかでっかいやつあるよね、すごいね。山口も旅行行きたいな。山口さ、なんかよくライジングホールとか周南行くけど、あの観光とかしないからちょっと観光も行きたいな。観光行っても唐戸市場とかしか行かないから。鉄道、ほうほうほう、河原そば、獺祭、獺祭飲んだことあるよ。獺祭はあの STU の成人メンバーのお酒配信で初めて飲んで美味しくて、自分でもお土産に買ったことがある。山口の駅で山口の駅で去年かな、去年のあれ、ボートレースのイベント出演があって、ライブ出演があって、その帰りに駅で獺祭を買って帰りました。獺祭、ネイル禁止だからしないかも。仕事の日落とさないといけないからネイル高いじゃん。だからネイルしてないですね。透明のやつは塗ってるけど自分でね。なんかさ、ネイルとか髪染めてる人とか偉いなと思う。ちゃんとメンテナンスとかさ行ったりしてね、お金もかかるし時間もね作ってすごいなって思う。獺祭、獺祭飲みやすかったイメージです。こんばんは。ネイル、でもね、ネイルするとしても将来いつかネイルをすることがあっても、なんかゴテゴテの
パーツが乗ってる系ってよりはピンクとか白とか薄いあの爪の色に近いシンプルなやつやりたい。なんかさ、冬とか特に乾燥して逆向けとかできやすいので、あの綺麗に整えてもらって、なんかいい統一感のある色味でシンプルに、あれは地爪かなそれともネイルかなぐらいの狭間の色味でいつかやりたい。ネイルアートしてくれるの？怖いな、バーカとか書かれそうで怖いな。何書いてくれるんですか？松葉？松葉は今月まだ行ってないから行かなきゃいけないんです。大阪の前には行きたいなと思ってるけど、行けるかな、どうかな、どうですかね。先月のやつをさ、控えめなこのカーブを、いつもまつげのカーブを目の、これが目としたらこう垂直レベルで上げてもらってるやつを違うところに行ったから、ちょっと緩やかに上げてもらったらさ、その分こう上げたらさ、下がってくるやつはこうバラつきが出るじゃないですか。だから汚く見えるけど、緩やかに上げてるからバラつきが出づらくて、今下がってもだからね、行かなくても全然綺麗なんですけど、せっかくなら大阪のね写真会あるし行っときたいけど、でも全然まだ綺麗にパッチリ上がっててみたいな、今中途半端な時なんですよ、一番困る時。ムラシーさん、だるまありがとう、無事外れました。いやー、外れてしまったの。でもさ、狭きもんだよ。でもツーショット会があるよ。ツーショット会というものがあるけれども、どうかしら、一緒に映るのは。でもあれ、ツーショット会はもうね、あのスタッフさんの腕だからね。あれは写真会はみんなのカメラとかの腕だけど、ツーショット会はもう担当のスタッフさんの腕にかかっているので。立っちゃダメって言われたよ、ツーショット前。あの他のね、他のレーンで立ったよっていう方がいて、じゃあ立つねって言ったら、すいません立たないでくださいって言われて、立てなかった、立てませんでした。でもなんかレーンによって結構いろいろ違う印象です。あの光の当たり方とか違う。でもね、今さ福岡と幕張やってるけど、私の例毎回光の移りいいらしい、他のメンバーのとこよりラッキー。一番端っこだからか分かんないけど、いつもね光の当たり具合が他の例より明るくていいらしいので、次の大阪もドキドキです。どうかな、移りいいといいな。王さんハートありがとう。ジロくん、招き猫ちゃん、ありがとう。へい。取って出し、あ、見ました。取って出しのお化けパセリ見たよ。成人式の取って出しパセリ。もう化け物が映ってた。怖かった。顔が光りまくっていた。トニーさん、花束ありがとう。楓さん、ナルマありがとう。私もスマホ買い替えたい。もうね、充電の減りが早すぎた、早すぎてやばいんです。もう本当にすぐね、すぐ減るの。だからさ、モバイルバッテリー忘れたらもう本当に終わりで、買い替えたいけどまだ使えるからもったいない。でもやっぱ写真撮るの大事だし、仕事柄大事だし買い替えたい。でも携帯ショップ行くのちょっと苦手、緊張しちゃうし難しいしお金かかるしちょっと難しい。いろいろさ、ね、パスワードとかログインし直しとか
あちこちしたりとか難しい。でもね、カメラの性能とかを見るともう最新機種のメンバーとかもうねすごいの。もう勝手に後ろぼかしてくれたりするんですよ、まあ、メリットでもありデメリットである部分もあるんですけど、やっぱね画質がいいのはいいよね。次の iPhone いつ出るんだろう、次まで待つってのもありかなと思ってます。次いつですか、今年出る、来年、今年9月出るの？夏とツアーとか乗り越えられるかな。6月だっけ、6月か7月ぐらいに終わるよね、ツアー終わってそれぐらいまで乗り越えられるかな、どうかな。ね、私もねギリギリまで粘るタイプ、お腹が鳴ってます。夜ご飯何にしようかな。次の iPhone は何色かな。今ピンクなんだよね私。ピンクで前がシルバーとかだった。欲しい色が売り切れてますと言われて渋々シルバーにした記憶があるんですよね。何かな次ね。でもさ、そろそろガラケーまた流行らんかなと思って。もう逆に画質が悪い方がトレンドぐらいになってくれたらいいなと思って。何でもかんでも映っちゃうじゃん、毛穴の奥の奥まで。だからちょっとガラケーぐらいの画質の粗さもいいわなって。今ね私何なんだろうこれ13かな iPhone13 か、次 16？ 円安終わらないかな円安が終わってくれないと、なんか日本のさ iPhone の物価高いって言うじゃないですか、全世界共通の価格だから円安だと日本ちょっと高くなってるよみたいな聞いたから、円安は儲かってます。だって円安で得をしてる人もいるのか。そうかなんか最近デジカメ欲しくなってきたんですよあのね宮沢さえさんが2012年ぐらいのデジカメを発掘したって言って載せててね、写真を X で、めっちゃいいやんデジカメと思って。なんかデジカメの写真を見ると AKB さんのあの優撮っていうメンバー同士で撮ったさ写真集みたいなやつがあったんだけど、それを思い出していいなって、いいなと思って。まあでも私ゲットしてもさ出歩いたりしないじゃん人と、だからさ撮ってもらうことも撮ることもできないけれども、持っとく分にはちょっと楽しそうかなって。そう、あとクルクルのね、そうクルクルのクルカメラがめちゃくちゃいいんよ。あれクルクルの SNS めちゃくちゃ好きですよ。私も撮ってほしい、クルカメラ。ロストインザサマーさん、ダルマありがとう。マサさん、ハートありがとう。こんばんは。デジカメ。デジカメって高い？安く買えるのかな、古いのだったら。全然古いのでいいの、画質が粗いぐらいがちょうどいいぐらいの。ちょっと見てみようかな、可愛いデジカメとかあんのかな。 iPad でパセリお得意の iPad じゃん。ピロさん、だるまありがとう。
ピンキリ。中古とかでもいいな。きっと私は長続きしないからお試しで安く買ってみるってのもあり。おみかんさん、だるま、ありがとう。デサイスハートさん、アイス、ありがとう。そう、本当に画質荒くていい。画質荒い方がぽい。なんかそういう平成感欲しいですね。風の神さん、だるまありがとう。ね。どうかな、どうかな。コウさん、お断り。画質悪く設定できる。いや、そう。いやね、もう iPhone でもさ、あるじゃん、フィルター。そういうレトロフィルターとかあるんですよ。だからもう iPhone さえあれば何でも結局撮れちゃうんだけど、なんか、ねえ。こういうさ、わかる？こういう今出てきたやつだけど、こういうさ、メンバーがデジカメとか持ってる写真とかもなんか平成味があります。平成っぽさがあります。とてもいいです。私大好き。これ持ってます。実家にある。優札あります。いいよね。STU も出さないかな。でも STU もね、STU もこんな感じのやつあるんですよ。ちょっと私持ってる4周年ブックかなんかはそんな感じだった。あるかな、今実家にあるかな、ここにあるかな、見てみます。あるかしら。いや、ある気がする。え、これかな、違うかな。あ、これっぽい。これっぽい、これっぽい。お、おいしょ。おいしょ、おいしょ。これも4周年ブックの、後ろの、あ、これだ。これ、こういうの。これ、担当、カイココア。こういうやつ。このメンバーのさ、メンバーしか知らない楽屋の姿みたいなやつ見てください。ここ私とシナのソルハさん、4周年の時からもうこんな3年前からこの抱き合った写真を撮られている。こういうやつ、私こういうの見るの好き。ミーティングでね、メンバーが私服で集まってユニットごとにホワイトボードに何の曲やりたいかとか、どんな衣装着たいかとかを出してやったんですよ。そう、こういうオフショット見るの好き。マサさん、だるま、ありがとう。なんかね、メンバーの中でこの自分のページとかにサインをね書いたりするのに流行ってて、私の自分のにも書いてるし、ユナのサインも持ってるし、リコチからのサインもあった。しかもなんか沖さんのイラスト付き、リコチ作家沖さんのイラスト付きのセリカちゃん絵
多分きっとこれはサイン会とかに憧れたんでしょうね。お渡し会的なやつに憧れたんでしょうね。ほら、みほとかサインもらってるもん。久々に見た。でもこの時めっちゃ丸い私。おすすめです、4周年ブック。なんか毎年周年のねこういう本を出させていただいてるので、一人一人のインタビューとか、あのねライブのオフショットとか持ってる。うわー減ったなーって思いながら見ちゃう。この時はまだふーさんもいます。ななさんだってふーさんだってくうかさんもこっこさんもいるよ。田村もいる。すごい分厚い。 STU の本は実家にもね、そう実家にも自分家にもあるからね、ちょっとこれは持って帰ろうかな。めっちゃきのこさんハートありがとう。こんばんは。そう、いいね。私何書いてるんだろう、私のインタビュー。ほう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 。私も常日頃から筋トレをしていますって言ってる。私本当か、半年くらい続けています。ああやってる時ありましたね。絶賛アイス禁止中なので、本番でどこまで仕上がっているのか、どこまでアイスを禁止できたか見どころですだって。そう、私ライブの前ね1ヶ月とかアイス禁止生活してたんですよ過去に。なのにこんな顔パンパンです。そう、今食べまくってんのにさおかしいな。今の方がちょっとすっきりしてます。マサさんだるまありがとう。アイス禁止言ってるね、めっちゃ今日なくなっちゃう。私もグループの一員として STU48 として何か一つの目標に向けて頑張っていきたいですって。3年前のパセリのインタビュー。詳しい、なんか何に向かって頑張るか教えてくれなかったですね。ちょっと秘密主義者かも3年前の私は。先輩の中でも矢野ほのかさんと沖優香さんは STU のセクシー担当だと思っているので、お二人の配信やライブの公演を見て勉強中って書いてる。へえ、そうだったのね。私の4周年ブックで言ってる STU の好きな曲、好きになれただけで幸せだ、沖優香さんが好きすぎてって書いてる理由沖優香さんが好きすぎるからっていう理由でこの曲が好きらしいです。3年前の私は。恋に一番大事なのは自分の気持ちだろうという歌詞の相手のことなんか歌詞と相手のことなんて関係ない、自分が良ければいいやという、人を気にして生きてきた自分にはなかった発想にやられました、だそうですおろ、理由がちょっとなんかすごい偏りのある、おろ、自分が良ければいいやだって確かにそういう思考では生きてなかったな。
いや、こうやって読み返したらね、面白いものですね。おもろいよ、おもろいよ。私の腹筋が映っているところがある。私の腹筋が、見てください、割れてるよ、真ん中。確かにこれはアイスを禁止しているお腹をしている。本当だ、アイスを禁止しただけのお腹だ。おお、私がこんなお腹を出していた時もあったんですね、実はね。あんまりね、出すことないけど、私のお腹はブヨブヨじゃないぞっていう証明がここでできました。3年前。3年経ったらどうか分かりませんが、減ったね。この時メンバーは何人いるんだ。44人だって。だから今よりは少ない。今46人だから、今より人数的には少ないけど、やっぱ先輩とか同期の数が全然違う。こんばんは。そう、昨日ね、そのお仕事の場で初めて STU を知った方がいらっしゃったんですよ。で、 STU 覚えてくださいみたいな話した時に、 STU48 ってことは48人いるのって言われて、やっぱさ、あの自分が AKB さん好きだった頃とかも、そういう48人いると思ってる人っていたじゃん、いるじゃないですか。ほうって、久々にこんな返し聞いたと思ってちょっと感動しちゃった。確かに48って言ったら48人で構成されてると思うよね。普段48人で行動してるんですかって言われて、いや46人ですね今はって。少し前まで48人いたけど、別に数にはこだわってないので、増えたりも減ったりもしますよって。卒業するメンバーがいたら減りますっていう説明したけどさ、そこを理解するのちょっと難しいよね、グループのあのことわからないと、ね。秋元さん、だるまありがとう。まあ、大体48みたいなとこ、今は46。やばい、さこちゃんが赤ちゃんだもん、まだ3年前。かわいい、かわいいな、みんなかわいいな。おみかんさん、服ありがとう。明日福フェス登録なの？福フェス、皆さんもう昨日で申し込み締め切ったけど、先行受付は明日登録っぽい。キャー、登録登録登録。坂道の46。どう説明してるんだろう、他のグループさん。どうやって説明してるんだろう。私さ、説明したのが昨日が初めてで、どうやってそういうのこう、うまいさ、一番ベストなベストアンサーなんだろうか。難しそう。納得してもらえる返答って難しい。そう、明日はファンクラブも始まりますので、もうね、緊張です、とっても。もうさ、あ
のショールームでもメールでも話してない情報とかを書きたい気持ち VS 何でも話してしまう自分。もうこの半年ずっとファンクラブが始まったらどう使い分けようっていうのを考えてるのに、結局答えが出ないまま今日を迎えてしまったから、もうどうしよ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 う。アルさんハートありがとう。でもすごいボリュームのある入ってよかったと思えるファンクラブにしたいので、とってもとっても楽しいファンクラブ、もうここに入ればすぐ元が取れますみたいな、コスパ最高っていうファンクラブにしたい。だから最初はみんなと一緒に作っていく感じになると思います。初めてだからよろしくお願いします。あのね、ファンクラブイベントのタイトルとかもこの前あの提出したんですけど、4択ぐらいね考えてね、マネージャーさんにこの中でどれがいいと思いますかって言って、いやこれはちょっとこれえこれみたいな言われたやつにした。楽しみにしてやってください、よろしくお願いします。どうなるかな、ドキドキです。どんな感じかな。そうタイトル、タイトルなくてもいいらしくて、尾崎セリカ個人ファンクラブイベント2024とかいうあのテンプラのやつでもいいらしいけど、考えてもいいらしくて、ももちゃんのファンクラブのやつはももっこ組さんの集まりみたいな、なんかそんな感じのやつだったらしいから、なんか個性出した方がせっかくならなんかイベント感出るなと思って、そうちょっと考えたので、本当にそれが採用されてるかはちょっとね明日にならないと分かんないけど、お楽しみに、お楽しみにしてください、予想しといてください。来れなくてもあれ大丈夫で、あのね来れなかった人はファンじゃないみたいな、そんな最悪な、もうビンタのアイドルじゃない、ビンタしてぶっ飛ばしたくなるようなそんな最低アイドルじゃないから、みんなもいろいろ事情があると思うので、これから第2回もうすでに沖さんのやつもあかりさんのやつも始まるし、だから、ね、これから回を重ねていろんな場所で、できれば私は瀬戸内でもやりたいなと思ってるんですけれども、今回ね東京ということで来れない方とかねいらっしゃると思うので、そうもっといろんな方が来やすいところであちこちでできるように頑張りたいと思ってますので、そのためにまず第1回を盛り上げて、口コミをね、口コミ大事だからね、口コミサイトみたいに作ろうかな、星5、とてもコスパがいいです、とても良いです、とても最高です、とてもグッドです、良いです、まあまあ良いです、ダメか良いかで言われると良いです。おみかんさんだるまありがとう、ガスオショクラさんだるまありがとう。ファンクラブ内に、ファンクラブ内に作ったらもう最低評価してきた人もう袋叩きや、なんとかさん、現場だった時なんとかさん、あなたがなんとかさんですか、ファセリの口コミ最低評価にしましたよね、バーバーバー、はあ、いっちゃん服ありがとう、だるまもありがとう。どんな感じなんだろうか、本当に緊張です、本当に本当にもう本当にドキドキ、
ドキドキ不安、不安大きいです。結構楽しみよりも不安大きめ。楽しみ、小なり、心配、ドキドキ、ドキドキ。マポスさん、だるま、レネさん、だるま、ありがとう。小なりと大なりの覚え方みんな何ですか？私のね、小なり大なりの覚え方は、くの形が小なり、く小で覚えました。くの方が小なりで、逆が大なりと覚えた、学生の時に。どうやって覚えてんだろう、なんか難しくない？どっちがどっちか。メビウスさん、服ありがとう。感覚で、あ、そういうもんなのか、見たまま、あ、そんな感じなのか。私一生覚えれないから苦笑で覚えて、苦笑。うっかりあんこさん、お断り、ノーノーノー。うん、こうか、みんなから読まないことにしてます。うん、賢い。私も読めない感じは読まない、雰囲気で心の中で読んでます。風野新さん、服ありがとう。いちごちゃんの X、 パセリとかなり話が合いそう。いや、そうなんだよね。いや、本当にね、私の分身かと思うよね、テンションが。なんか、なんて言うんですかね、こじらせてるよね。アイドルにこじらせちゃってるとこ似てんなって。いちごちゃんもくる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 へのガチ恋みたいなのすごいから、私もね思ってたよ。ああ、私の沖さんへの気持ちと似てるんだろうな。ミッキー、服ありがとう。あかりんさんが、ファセリといちごちゃんの3人のお宅で、3人のお宅って言われたな、何かしたい。何しますか、何すんの3人で。衣装店とか見に行きたい。あかりんさんと衣装店見に行った時ね、楽しかったです。やっぱさ、もともと加入前からフォーテータグループのファンのメンバーって意外と少ないんですよ、人数の割には。結構いるけど人数の割に少ないなと思って、だからそういう過去の話ができるの結構ありがたい、ありがたいですね。あかりんさんね、あの、私が好きな AKB さんのここにいたことっていうアルバム、あかりんさんも好きって言ってて、もうその時点で最高です。でも沖さんにもこの前言われた、いちごちゃんパセリみたいって、なんか同じ系統って言われました。何かかな、顔か、あの、そのオタク気質なところかわかんないけど、系統がなんかそんな感じって。いちごちゃんはね、ナナさんのファンだから、そう、もともとね、この前ナナさんにね、ラジオで久々に会った時も、いちごちゃんがなんか会いたがってるって聞いたんだけど会えなくて残念って言ってて、ナナさんも。そしたらさ、あのユミリンさんの卒業公演の日か、卒業公演の日にゆいにゃんがね来てたんですよ。そう、ゆいにゃんが来てて、なんかいちごちゃんの話をねしてた、ふなさんと。今日来れなくてみたいな、レッスンかなんかで今日来れなかったけど会いたいって言っててみたいなことを言ってて、なんて優しいんだと思いました。仲間思いすぎる。やっぱさ、
オタク気質最高ですね、共通点大事。山の花さん、ハートありがとう。おきちゃん一目惚れですか。なんだろう、なんで好きになったか、なんでどこが好きなのか、何が好きなのか、もうわからないぐらい、もう大前提で好きです。何が好き、どこが好き、何を見てから好き、それがもうわからないぐらい、もう生まれてきたのは好きになるためだってぐらいの、当たり前ぐらいの感じで、 STU で一番可愛いってもう初期から思ってた。沖さんがたくさんいる、可愛い先輩たくさんいるけど、私の中では一番もうナンバーワン、ナンバーワンだよってずっと。でも今はガチ恋落ち着いたんですよ。一時期はもうガチ恋すぎて、他の2期生が沖さんと喋ってるの見ると心が苦しくなったり、ああ私も喋りたいって、なんかそう落ち込んだこともあったけど、もう今はもうフラットにこう推しとして見れるようになったので、ガチ恋が取れて、そう推し面としてね、程よい距離感を保てるようになったので勝ちです。やっぱガチ恋というものはしんどいものです。一喜一憂して勝手に落ち込んで、そうなので程よい距離感っていうのは結構大事かもしれない。なるにゃん、ハートありがとう。そうからね、あのパセリのファンの人でもいます。パセリのことが好きすぎて困っちゃうから他に推し面作りましたって人いるからなんだそれ言い訳だろうって思うけど、まあ気持ちはわからんでもない。プレゼントの相談、あ、推し面への、推し面へのプレゼントの相談、私もさメンバーへのプレゼント悩むから、ちょっと頼りになるかわかんないけど、それでもいいかい。わかるかも、わかるかもの人多い。え、本当？ただ単に推し面が多いだけじゃなくて？違うの？そう、好きすぎるから他に分散させますって人結構いますよ。でも賢い、自分のさ取り扱い方をよく分かってるなって思うよね。自分の機嫌を自分で取ってるんだなって思う。卒業のダメージ、いや卒業のダメージ分散させるの分かるけど、意外と卒業したメンバーそれ気にしてたりしますからね気にしちゃってたりしますからね。結構よく見てますからね、卒業生だって自分のことを応援してたファンの人がどこに流れ着いたのか意外と知ってたりするからね、要注意だよね。卒業したからって忘れられてると思ったら大間違い、意外と監視されていたりします。要注意だよ、気をつけなさい危ないぞ。いや単押しね、そう単押しさ、単押しね大事だけど、単押しだと推し面に悲しい出来事があった時のその心のモチベーションが大変よね。でも推しが多ければその悲しいことが増える確率も増えるし、どっちもどっちかもしれないよね。だからどんどんみんな若い新しく入った子に流れ着くのかもしれないけど、難しい問題ですよね。ここはひろっちさん、だるまありがとう。難しいよね。単押し、私も単押しいいなって思ったことあるけど、無理かも無理かも。
かもだよ。なんか元々の推しメンと似てるタイプを好きになる人もいれば真逆を好きになる人もいるから、何なんですかね、真逆を好きになるのは。やっぱそういう心理なのかな、寂しさを紛らわせる。でも似てる人を好きになる人もさ、寂しさを紛らわしてるのかな。いや、どうなんですかね。あるよね、そういうのね。山崎パンさん、ハートありがとう。何なんだろうね。でも私もさ、ある時から推しメンの系統、なんか好きな顔の系統ってやっぱ人それぞれあるじゃん。でも顔の系統変わったよねってよく言われる、私メンバーに。沖さんと永田しおりさんは多分同じ系統で、駒田さんとゆきりんさんも多分同じ系統だけど、そう、多分何なんですかね。私なんかそんな、わ好きと思ったら好きかも、うん、性格とかグループでのキャラとかも結構バラバラかもしれない。私が推しメン作るときは、あ、顔かわいいなと思って知っていって、どんな人かっていうのを結構ね慎重に見るタイプです。どんな子だろう、言葉遣いとかブログの文章とか結構気にするかも。文上手い人好きかも。でも文章とか言葉の選びとかのそういうのかもな。だから可愛いと思って、可愛い、あの子可愛いっていうことは多くても、推しメンになるまで結構時間かかるタイプかもしれない。あ、この子のパフォーマンスいいなとかはあるけど、うん、文章大事かも。ゴンベンさん、服ありがとう。文章そうだな。いや、沖さんもそうだし、永田しおりさんとかも文章すごく綺麗な文章で読みやすいし、なんか賢い。なんでだろうね。でも後からさ、昔ちょっと気になってたけど、何年か経って推しメンになる時もある。やっぱこの子好きかもみたいな、そういうのあるよ。なんだろうね。リキさん、ハートありがとう。最近ね、多いのが、あの研究生時代に他のメンバー推しでパセリが出てる公演はしょっちゅう見に行ってたけど、全然パセリ眼中になかったですって人結構いる。パセリのこと全然眼中になかったけど、最近気になりだしましたみたいな。あの時もっと好きになっとけばよかったみたいな人結構いるから、やっぱそんな感じなんだよ。眼中になくてもいつか好きになるんだよね。だから今パセリを好きな人か、将来パセリを好きになる人の二択なんですよ。俺か俺以外かなんだよ。やっぱそうなんだよ。パセランドだよ、パセランド。あ、パーランド、そうだよ、パーランドだよ。あ、そう、スルメみたいな、そう、スルメアイドル、パセリ。推しメンと仲良くしていて、あるよね、推しメン。だからさ、よくファンの方がさ、誰々ちゃんとかに挨拶に行ってくるねみたいな言うじゃん。通ってるうちにハマるんだよ、そうやって。そういうもんだよ。なんかいつも誰々がお世話になってますとか言って話して、話が弾んでいくうちに気になっちゃって、気になっちゃって、推しメンよりも枚数取ってるみたいな、お話し会の枚数、あれどっちが本命だったかなみたいなね、やつだよ。阿部寛さん、大きい小槌ありがとう。秋元さん、ハットありがとう。デザイスハットさん、ハットありがとう。
ご挨拶。なんで挨拶行くん？挨拶行かんくていいからね。何の挨拶や。そうだよ、もう何話してるんですかね。なんだ、確かに名前すら読めない人いるかもしんない。うん、名前すら知らなかったけど、今はパセリ推し。あ、お話し会、そう、受付中です。お話し会今ね、再販2月4日のやつが、2月4日もこもこアニマルパセリで待ってます。2月4日がラストです、受付で。あとは広島と幕張のリアルが申し込めます。今月の大阪はもう申し込めないけど、まだまだ直接お話し会とツーショット会もあるし、オンラインも3月まであるので、年度内にぜひ。新年度いつ次のシングル始まるか分かんないので、ぜひ年度内にお待ちしています。よろしくお願いいたします。じゃんじゃじゃん。お話し会、確かに大阪当日券ありそう、ありそうな気がするよね。福岡もあったしね。そう、明けおめしに来てくださいね。明けおめまだ間に合う、ぜひ。なんかショールームの画面ってさ、限られてるからさ、こうやって見せるのには大きすぎるし、後ろに貼るのには小さすぎるしで、距離感難しいね。ここぐらいがちょうどいい。いやでも見づら。ショールームの画面ムズムズです。コウさんハットありがとう。こちらとか言ったらね、ここにフォンとか言って出てきてほしい。お話し会受け付け中みたいな。フォン、それエフェクトないのかな。あ、確かにパワーポイント、確かにね、クリック、こちらをご覧ください、こちらですとね。難しいね。確かにテロップ、テロップで書けばいいやんね。でも私今日9時に終わりますからね。私はもう気になって気になって仕方がないのから、この後ももちゃんのショールームを見ますから、皆さんも見ましょう。再販受付、私1時間半配信しててさ、終わる間際に書いてる。大事、お知らせ大事。意外とさ、お話し会が受付中かどうかって知らなかったりするよね。そう、クイズには終わるよ。あれしとこう、ウェルカムコメント。そう、一時期さ、ウェルカムコメントでもお話し会受付中だよとか書いてたけどさ、そう、すぐ終わるしすぐまた始まるしで書き忘れてました。最近忘れていたわ。お話し会再販受付中、ちょっと配信終わったら、配信終わったらまた詳しく書き直そう。とりあえず簡単に書いとこう、絵文字もつけとこう。あれ設定、あ、待って、固定する、固定する、はい、固定しました。はい、 OKOKOK です。お知らせ大事、よろしくお願いいたします。ふつつかものですが、皆さんとの時間、
皆さんの人生の時間をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。そうだよね、もうしょっちゅう再販してるから、しょっちゅうみんな今日が決済締め切りだよってコメントで教えてくれたり、今日 CD が大量に来たよって言って教えてくれたり、毎日何かしら起きてる。固定コメント見えてます、ありがとう、よろしく。スケモンさんバラありがとう、こんばんは。眠たくなってきた、あ急に早起きだったからね。そう今第9再販です。そう第何まであるのかな、前回の CD で第何再販まであったんだろう、最高第何再販、15ぐらい結構あるよね。イモケンピさんココアありがとう、ありがとうございます。そう今日明太子がね、なんか明太子が初めて販売された日みたいなやつ、福屋っていうさ福岡の有名な明太子屋さんが設定したらしい、今日明太子の誕生日って。おめでとう明太子さん、今日明太子食べたかい、みんな。私はローソンの唐揚げくん食べたよ、明太子の新作食べました。ピリ辛って書いとったけどね、そんな辛くなく感じた。普段レッド食べてるからもっとね辛いかなと思ったけど、全然辛いの苦手でも食べれるぐらいの辛さな気がしますが、わかりません。辛いのが苦手なしなのソルハさんはめちゃめちゃ辛い、ベロがなんかヒリヒリするみたいな言ってたからわかんない。本当にさ辛さとかさそういうのって個人差あるじゃん。よくテレビのさ食レポとかでこれは苦手な人でもいけますとか言ってるけど、いや本当かな、あれ本当ですかね。スプマンテさんアイスありがとう、安尾リンポスさんハートありがとう。だから辛いのが苦手な方は辛いのが苦手な芸能人さんのコメントを信用するのがいいね。辛いのが得意な人のね、なんだっけ、めっちゃ辛いさ唐辛子の入った舞一味を持ち歩いてるメンバーがいたんですね。田中美穂がもう舞一味を持ち歩いてたけど、使ったことあるけどもうやばいの、とんでもなく辛い、自分でブレンドしてる舞一味をね持ち歩いてたんですけど、その美穂が食レポをした、そんな辛くないですねと、辛いの食べれないメンバーの言うそんな辛くないですねはまた違うからね。なんかねめっちゃ辛いやつ食べてた、なんだったかな、でもよくさ有吉ゼミとかで出てくる系の辛い唐辛子。水色魂さんだるまありがとう、わかる。 YouTube とかねそういう SNS で見る分にはさいけそうやんとか思うけど、テレビとかね意外と無理よね。辛いの苦手なのを忘れて挑戦して撃沈するくだりを半年に1回やってます、わかる。でもあるよ、私もやるよそういうの、うん安心してほしい。大盛りとか、あの二郎系ラーメンとか頻繁に食べないからこそもう腹ペコで二郎系今だったら2杯ぐらい食べれそうとか舐めたこと言って、もう1杯で満腹もう苦しいうえーって言って帰るから、多分それと一緒。焼肉屋さんとかに行って、ああもう一生焼肉とか食べなくていい、もう苦しい、焼肉大嫌いだって言って2日後とかにまだ食べたくなるやつ。学習しないよね人って。時すでにお寿司さんお断りです
もりもりさん、ハートありがとう。クロさん、かわいいありがとう。ありがとう。何なんですかね、なんか強気になっちゃうよね。アイスレモンさん、だるま、ありがとう。そうだよね、なんか克服とかの問題じゃないもんね。だって辛いのさ、辛い味ってさ、舌がヒリヒリするし、お腹壊す人は壊しちゃうし、やっぱ無理しなって、自分のちゃんと自分の味覚に合った美味しく食べれる食事をするのが一番いい。9時になっちゃうね。9時になってしまう。ドキドキだ、ドキドキだよ。なん、嬉しい発表だといいな。怖いな、何かな。ももちゃん、皆さん、この後21時からももちゃんのショールームがあるとのお知らせがおはようツイートであったので、私も何か知らないんですよ。だから今日一日嬉しい報告であれってずっと思ってる。こういう時の発表は嬉しいことか悲しいことかどっちかだからね。そう、写真集ですとか、ドラマ決まりましたとか、そういう事務所入りますとか、そういう系であれって思ってます。お願いね、いいことでありますように。ハッピー系で、ニコニコももちゃんで、あ、お年玉のあれね、年末ジャンボ当たりましたとか、あの宝くじじゃないや、年賀状のお年玉くじ当たりましたとか、そういう、そういう系だあれ。絶対に発表しないだろうけど、怖い。あ、観光大使、確かにそういう系でもいいね。なんだろう、メール来てないの？なんだ、そりゃ心配になっちゃうね。もものどこも言ってる、パセ推しね、パセももちゃんも言ってるかとコメント入ったから、少しでもドキドキの時間が忘れられてたらいいな、この1時間半ぐらい。この後は、いや、もう21時に終わります。私もショールーム見る。いい発表でありますように。では壇上いきます。13位ふくちゃん、12位かわだりさん、11位わうわうさん、10位いもけんぴさん、9位チョコミントさん、8位トニさん、7位お、何これ、恋ジロくん、恋の絵文字かな、恋かもしれない、いや違うかも、天使かも、くちばし、めん玉、いやこれは恋だな、きっと恋ラジの恋。6位スプマンテさん、5位陣内さん、4位阿部寛さん、3位安兵衛さん、2位亀さん、1位風の神さん、ありがとうございます。それでは終わります。おやすみなさい。またおやすみメール送ります。バイバーイ。